UFO ロボグレンダイザーは、長い豪作、原作の漫画、および1975年10月5日から1977年2月27日まで、フジテレビ系列で毎週日曜日19時19時30分に、全74話が放送された、投影動画制作のロボットアニメ。マジンガー Z や、グレートマジンガーと世界観を共有した、マジンガーシリーズの第3作。 本作は、マジンガーシリーズあるいは長い合作品としては、異色とされがちである。これは、本作の制作背景に起因している部分もある。前作の終局が見えて新番組を模索し始めた、制作サイドは、まず前作同様に、マジンガーシリーズの世界観を直接受け継ぐ、ゴッドマジンガーという企画を立案し、制作を準備していたが、 前作の玩具展開が不調だったことから、とんざしてしまう。そこで、当時の日本に巻き起こっていた、空飛ぶ円盤ブームに乗ろうという思惑が生まれ、1975年3月に、東映漫画、祭りの一作として公開された、長い豪言作、東映動画制作のアニメ映画、宇宙円盤大戦争を、パイロットフィルムのように用いた上で、 マジンガーシリーズに合わせた変更を施し、テレビシリーズである本作として作り上げた。それゆえ、本作には、宇宙円盤大戦争のリメイク的な側面もある。このような理由により生まれた本作の、UFO ロボのネーミングと各種の設定には、UFO ブームの影響が顕著に現れている。さらに UFO 絡みで、東映巨大、ロボットアニメとして、 初めて本格的に宇宙人を仇役に据えた SF アニメ作品である。悪役のレベルがそれまでの作品で描かれていた犯罪組織やマッドサイエンティスト、復活した古代文明などによる世界征服から一星人による地球侵略へスケールアップすることになり、続く1976年の大空魔竜ガイキングや超電磁、ロボコンバトラーブイで、 宇宙からの侵略者は、ロボットアニメの悪役として定着した。悪役のみならず、主人公にも異星人を据えた点も大きな特色である。主人公といえば、熱血感タイプの日本人が定番だった当時、カタカナ名前の異邦人がメインというのは斬新だった上、亡国の王子として従来になかった、大人びているも悲しい過去を持ち影があるという。 複雑かつ新しい主人公像を描き出した。他にも、王族、貴族といった、ブルーブラッドの概念や、主人公デュークの中世の騎士を思わせる入れ立ちなど、ロマンティックな新風を吹き込み、後のロボットアニメの人物描写やドラマの幅を大きく、広げる先駆けとなり、ロボットアニメの大きなターニングポイントを残したと言える。また、全然作と異なり、 主人公側に主導的な役割を果たす女性キャラクターが複数設定されていることはこの種の作品としては珍しい。テレビ本放送中に制作、上映された劇場版では前作やゲッターロボジーと共演し子供たちの人気を博した。全74話という長期放映でありながら平均視聴率は20.9%を記録。 大河ドラマ的な設定とそれを生かした連続ストーリーは東映動画と松本玲治がタッグを組んだ自作惑星ロボダンガード A に引き継がれることとなった。なお、本作は日本以外でも放送されている。本作の主題歌 BGM は1983年と1988年において日本国外からジャスラックに払われる。 著作権使用量分配額が最も多い作品として、第2回ジャスラック賞の外国使用と第7回ジャスラック賞の国際賞を受賞している。ベガ星雲の惑星、フリード星は平和に他の星と共存していたが、宇宙征服を目論む、支配者、ベガ大王が率いる、ベガ星連合軍による侵略を受けて滅亡する。王子デュークは、フリード星の守護神、 グレンダイザーが組み込まれた宇宙船スペーザーで脱出。地球に落ち延び、八ヶ岳近くの地獄谷に不時着したところを宇宙科学研究所の右門所長に救われ、彼の養子となり、大助を名乗った。それから2年後、かつてマジンガー Z で地下勢力と戦ったカブトコウジが小型円盤東ォで研究所を訪れた。 大ケとも対面するが、反りが合わない二人。その晩、赤い月を見て大ケは、ベガ星連合軍が、地球侵略を目論んでいると悟ったが、平穏な生活を望み戦いを拒否する。彼は一人苦悩する。翌日、飛来した、ベガ軍の円盤に、フォが攻撃される。工事の危機を見捨てられず、大ケは再び元の名を叫んだ。デュークフリード。 第二の故郷である地球を守るため、グレンダイザーで戦うことを決意したデューク。このことを知った、ベガ星連合軍は、月面基地、スカルムーンから円盤銃を差し向ける。ベガ軍の兵士の中には、それぞれの事情を抱えた者、さらにデュークの地域までいた。やがて、ベガ大王の本体が地球圏に移動し、強力なベガ銃がグレンダイザーを襲う。 しかし友情を結んだ工事に加え、デュークを慕うマキヨウヒカル、再会した妹のマリアが、ダイザーチームとして、共に戦っていく。宇宙科学研究所と、白樺牧場は、八ヶ岳山麓にあるという設定だったが、那ス高原にあるとする資料もあり、統一されていない。かつては、フリード制度の友好を結び、共に、宇宙の平和を守っていたが、 恐れ星大王ベガの登場により、宇宙を次々と侵略する恐怖の中心となる。後に、ベガ製のエネルギーを支えるベガトロン鉱山で爆発事故が起き、放射の汚染により、本星が居住不能になったため、宇宙征服に先立って地球への移住を急ぐこととなる。戦闘員これまでは、横山健二率いるスタッフが、マジンガーシリーズのマジンガー Z ついで、 グレートマジンガーを続いて、勝田たミノル男率いるスタッフが、ゲッターシリーズの、ゲッターロボを継いで、ゲッターロボ G を担当してきた。しかし、グレンダイザーに加えて、マグネロボシリーズの、鋼鉄ジーグも、同時開始となる1975年10月5日、放映文より、投映動画で、制作体制の再編成が行われた。横山藩は、 鋼鉄ジーグから始まるマグネロボシリーズに移動となった。このため、ジーグは、Z、グレートの戦闘を重視したハードな空気や、渡辺中名と、水木一郎による音楽など、細かい部分で、横山藩の作風が受け継がれている。勝田藩は2藩に増強、ゲッターロボジーと共に、グレートマジンガーの後番組、グレンダイザーも担当した。このため、 グレンダイザーは、マジンガーシリーズ3作目でありながら、ゲッター、ゲッター G のドラマを重視した空気や、菊池俊介と、佐々木勲による音楽など、細かい部分で、カツ藩ハンの作風が受け継がれている。なお、カツ藩ハンによる、投影動画のアニメ放映枠のうち、ゲッターロボ G 側は次回作、大空魔竜イキングまで、ロボットアニメが続き、その後も、パタリロ。 まで、同じ時間帯が続いたが、徐々に、スタッフが入れ替わっていった。グレンダイザー側は次回作、惑星ロボダンガード A まで、ロボットアニメが続き、その後も、円卓の騎士物語もエロ、アーサーまで、比較的同じスタッフで続いた。本作の主題歌、挿入歌と BGM を、作、編曲した、菊池俊介が、ジャスラック障外国部門を呼び、 国際部門を受賞した。編曲が森岡健一郎になっている曲は劇場用アニメ映画宇宙円盤大戦争からの流用である。本作向けに新たに作られた挿入歌の初質音盤は最新テレビ漫画人気者デラックスという LP レコード。同 LP には本作とアクマイザーさんから各7曲合計14曲が収録された。 その後、アイドルデラックスは、複数作品の主題歌、挿入歌集として、シリーズ化された。東映漫画祭り枠として上映。なお、ブローアップ2作品は、いずれも一部地域のみの公開。長井自身によるリメイクコミカライズ、グレンダイザーギガが、チャンピオンレッド2014年11月号から2015年9月号まで、連載された。単行本、全2巻。 2015年4月にはダイナミックプロ制作のアニメーション TV が同社公式サイト及び YouTube にて公開されている。主人公のリューク・フリード役とナレーションは細谷義正が担当。長井は当初から全2巻の予定であったが、間を置いて再開したいと述べている。牧場ヒカルがキューティーハニーに変身するという展開はヒカルのキャラクターが立たず、団表へなど、 キューティーハニーとの共通キャラクターがいたことから発想したという。本作は世界各国で放送されており、特にヨーロッパと中東での人気は日本人の想像をはるかに超えていると指摘されている。1978年7月3日から1979年1月18日までゴールドラックと解題されて公共放送アンテン2で放送された。 視聴率は平均75%、最高100%であった。ただしこれは時間帯による占有率であり、世代別の集計であること。テレビ局が安定ンンミ以外に TF1 と FR3 しかなかったこと等の条件が重なった結果であった。安定ンンミでの放送終了後は、同局や TF1 やラゴなどの他のテレビ局でも再放送がされた。 放映当初は1978年の夏休みだけの予定であったが、非常に人気を得たことから放映が続けられ、その後1980から1990年代に、多したような日本アニメが長時間放映されるきっかけとなった。大衆史である、パリマッチ史の1979年1月19日号にて、 ゴールドラックの視聴率が100%を記録し、キャラクターグッズが大ヒットしたことが取り上げられ、同号の表紙もゴールドラックが飾った。テレビ放送前に劇場公開された総集編の主題歌、ゴールドラック・ルグランドは、フランス国内で異例の135万枚の大ヒットとなった。また、フランスにおける本作の人気の加熱の結果、 日本では発売されなかった敵役の人形なども発売された。フランス語では、デュークフリードは、アクタリウス、UFO 製の王子、カブトコウジは、アルコア、UFO は、作中の固有名詞で、アクタリウスの故郷の星の名前とされる。なお、フランス語の一般名詞で、UFO は、オーバニーと呼び、カブトコウジのノルトフォは、作中の固有名詞は、オブテール・オーバテールと呼ばれる。 2013年4月には、フランスカンヌで開かれた国際番組、日本史見部の主催者により、世界のテレビを変えた50作品の一つとして、日本作品から、鉄腕アトム、カ、とちゃんけんちゃんご機嫌テレビ、ドラゴンボール GT と並び、1980年を代表する作品として選ばれた。2021年10月15日には、 フランス郵政公社より郵便切手が発行されている。1978年4月から1980年1月まで、全71話が、アトラス UFO ロボットと解題されて、イタリア国へ放送第2テレビ局、ライレテに、ライレーテデュエで放送された。第15話、第59話、第71話は放送されなかった。放送は3シーズンに分けられ、 1978年4月4日から5月6日まで24話が、12月12日から1979年1月12日まで25話が、12月11日から1980年1月6日まで22話が放送された。最高視聴率は80%以上を記録した。放送終了後は、同局などにおいて再放送された。当時のイタリアでは、 日本の時代劇やアニメの放送があり、長い豪言作のアニメでは、グレンダイザーや、鋼鉄ジーグが人気を呼んだ。2021年時点で40歳から50歳の人々は、グレンダイザー世代とも呼ばれる。1982年から夕方6時に放送され、放送時間になると、イラク中の路地から子供たちの姿が消えたというほどの人気を博した。 80年代以降国営放送で繰り返し放送された宗派や民族をめぐって争いの絶えないイラクで国民が唯一共に共感し一致できる話題はサッカーかグレンダイザーしかないという冗談まであるという近年も2012年にイラクの首都バグダードで開催された国際見本誌において日本が 独自のパビリオの出展した際、集客のためにグレンダイザーのビッグエアフィギュアを展示、王子に子供時代を過ごした年代層を中心に高い人気を博した。イラクだけでなくアラブ諸国で人気だった。1980年9月から半年間、グレンダイザーを含め日本製アニメ番組5作品をフォース5として日替わりで放送した。 全作品とも26話分のみの放送で、すでにガングの将軍シリーズのブームは過ぎ去っていたため、あまり人気は出ず、放送もごく一部の地域でのみであった。グレンダイザーが登場するゲームとして、アーケード版、シューティングゲーム、マジンガー Z と、シミュレーション RPG、スーパーロボット対戦シリーズが存在する。マジンガー Z では、必殺攻撃時に、 各ロボットのパイロットのボイスが存在する。本作に登場するデュークの声は、富山隆が演じており、ゲーム作品では、唯一のオリジナルキャストとなっている。スーパーロボット対戦シリーズには、初期作品の第2次スーパーロボット対戦から登場している。主役級のキャラクターに声が入るようになった第四次スーパーロボット対戦 S では、 デュークは、富山が制作当時入院中だったため声が、つかなかったが、スーパーロボット対戦コンプリートボックスでは、堀内健優が、スーパーロボット対戦インパクト以降の作品では、山寺宏一が、デューク役を務めている。また、マリアも、吉田里保子が声優業を引退していたため、スーパーロボット対戦コンプリートボックス以後、吉田美穂 ルビーナも、小原の子が諸事情により起用できず、スーパーロボット対戦 A ポータブル以降、鶴博美が演じる。AB 株と工事の登場は、テレビ局側からの要望であり、そのために、スタッフが混乱したとのかつた実る男のコメントが、存在する。本作放映開始翌年の1976年には、TBS 系で、UFO 戦士ダイアポロンが放映されている。 ロボットアニメ以外では、宇宙戦艦ヤマトや、宇宙の騎士テッカマンなどが先行している。ただし、実写も含めた SF ドラマの範疇であれば、ウルトラマンや、ウルトラセブンなどのつぶらやプロ作品が、先行者である。ジャスラック賞第1回第5回、第6回第10回中野で、スーパーロボットトークショー、Z 制作裏側聞けた、ロボガ声友人トーク最高と、 ファン、中野経済新聞 AB ローマニュアルバム u f o ロボグレンダイザー、長い号のコミカライズ版では当初は、ハンドミサイルを使用していた。テレビマガジン版の漫画では当初こちらを、スクリュークラッシャーパンチと称していた。この他に第一話などでは、カウルや、エンジンカバーが、赤の工事のオートバイに似たバイクやノーマルの750に乗るシーンもあった。この時は、 円盤銃を遠くへ追い払うため、遠隔操作のスペーザーを円盤銃に体当たりさせていた。詳細不明の NG デザインとされているが、魔人全書176から177ページの図版19.2229に、これらの合体形態のデザイン画が掲載されている。桜田後作の漫画版では、実際に洗脳されたフリード星人の脳髄が、 生体ユニットとして組み込まれている設定になっており、物語中盤では、デュークのかつての部下達が円盤銃として登場している。また、公式設定ではないが、スーパーロボット対戦などのゲーム作品では、デュークを陥れるための嘘だったとナイだや、ルビーナが答えるシーンがある。AB、サイボーグ 009VS デビルマン、インタビュー長い号、宇宙船。 ボリューム150ホビージャパン2015年10月1日ピアニッシモ122から123 ISBN 978から4から798610993北海道新聞1976年9月テレビ欄河北新報1977年1月10日から1月31日付長官テレビ欄 河北新報1977年1月1日付長官、テレビ欄。日韓スポーツ1975年10月7日から1977年2月27日付、テレビ欄。福島民報1975年10月5日から1977年2月27日付長官、テレビ欄。 福島民報1975年10月11日から1977年3月5日付長官テレビ欄日刊スポーツ1976年3月2日から3月30日付テレビ欄 ABCD 北国新聞1976年11月14日付長官テレビ欄 日刊スポーツ1976年10月20日から1977年3月31日付、テレビ欄。日刊スポーツ1977年4月7日から6月2日付、テレビ欄。日刊スポーツ1976年3月7日から1977年2月27日付、テレビ欄。 日刊スポーツ1976年3月7日から5月30日付、テレビ欄。桜井高正、アニメ文化外交ちくま新書、2009年、31から32ページフツシスプ調べ漫画はなぜ、許されたのかフランスにおける、日本の漫画第1回、はじめにアニメありきと世永まみアニメ、アニメ、ビズ、 2015年4月12日アニメの魂を持った僕らの住まい。オーバニー、2000年5月15日。パリマッチ n 1 5 4 7 1 0 9ジャンビエ1979。豊永真。み。パワーレンジャーをヒットさせた男。ハイムサバンと日本のコンテンツ。一つ橋ビジネスレビュー2010ウィン。東洋経済新報社。2010年。 39ページ、ISBN 978から44億9282万469。鉄腕アトム、ドラゴンボールが歴史を変えたテレビ番組に選出。シネマトゥデー、2013年3月28日。アトム、グレンダイザー、ドラゴンボール、か、トケンが世界のテレビを変えた50作に選出イブタイムズ、2013年4月3日。 ゴールドラック、ユヌボンド、アノンスポアラビーディーデカナ、イデティンバースポアールデスサンアニメ。漫画ニュース、https コロンスラッシュスラッシュ www.manga-news.com スラッシュインデックス php スラッシュ actus スラッシュ2021スラッシュ10スラッシュ13スラッシュ g o l d r a k ユヌボンドアノンスポアラビーディーデカナ。 イデティンバースポワールデッサンアニメ。2021年10月15日閲覧。都外、リエ。イタリアで、日本文学ブーム、人気は、エンタメ小説背景にあの70年代アニメの、存在。ニュースウィーク日本版。 https://www.newsweekjapan.jp コロンススララッッシシュュスラッシュ日本スラッシュ season2 スラッシュ2021スラッシュ06スラッシュ 332961.php2021 年6月26日閲覧。ジャンルを超えた傑作。イタリア人から見た、皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグの魅力。 リアルサウンド https コロンスラッシュスラッシュ realsound.jp スラッシュムービースラッシュ2017スラッシュ05スラッシュ post-5184.html2021 年6月26日閲覧グレンダイザーイラクに立つ23年ぶりの日本館、坂本拓、言葉で読み解くイラク、グレンダイザー。 グレンダイザーイラクに立つ23年ぶりの日本館、アラブ社会における、日本のアニメ漫画の影響、保坂修司国際日本文化研究センター、2007.12、20。ありがとうございます。